反射型干渉分光法は薄い層における白色光干渉に基づいた物理学的な方法で分子の相互作用を調べるために実用的に使用されている。基本的な計測原理はマイケルソン干渉系に相応する。左、境界層における複数反射の際の図解。右、結果として生じる干渉スペクトルの図解。白色光は 複数層システムに垂直に入射される。システムは、塩2と高屈折率の他に応ごと、さらなる塩2の層からなり、このさらなる塩2層は、科学的に修正することができるものである。異層の境界では、どこでも白色光の部分光線が反射するか、または屈折して透過する。反射した部分光線は重なって干渉スペクトルになり、これは、 ダイオー取りにアレイ文光景を通して検出される。最上部の塩二層は科学的な修正によって目的の分子と相互作用する状態になるまで変化させられる。この相互作用は物理的な厚さ D とこの層の屈折率 N の変更をもたらす。この二つを掛け合わせたもの ND は光学的な層の厚さとして定義される。 光学的な層の厚さの変化は干渉スペクトルの変調を導く。干渉スペクトルの変化を時間の経過とともに観察すれば目的の分子の結合状態を追跡することが可能である。結合カーブの図解リーフスは特に化学センサーとバイオセンサーにおける検出方法として応用される。化学センサーは特に困難な条件下及び基礎での計測に適している。 センシティブな層としては大抵選択的に計測されない重合体が用いられ、これはアナライトをそのサイズによって、あるいは異なる両極性に基づいて分類する。非選択的な計測の場合には、リフスにおいて複数のアナライトの信号の総和が計測されるが、定量化のためには、神経回路のような多変量データ解析に助けを求めなければならなくなる。 しかし人工的な検出構造を供給する、選択的に計測される重合体、いわゆる分子すり込み重合体を用いることも可能である。バイオセンサーの領域では、ポリエチレングリコールあるいはデキストランのような重合体が総システムに被覆され、その上にバイオ分子用の検出構造が固定される。検出構造としては、 原則的にあらゆる物質類が使用可能。この方法は、表面プラズモン共鳴と同様な無標識技術で、蛍光標識あるいは放射能標識の助けを借りずに結合パートナーの自分割りな相互作用を観察することを可能にする。ありがとうございます。